今拠をもちまして私安藤裕也は元気を引退することを皆様に報告いたします小さい頃から甲子園に憧れてその甲子園でプロ初勝利も挙げられましたしその甲子園が、えー、仕事場になったっていうのは、まあ、本当に えー、夢のようでしたし本当に素晴らしい場所でした、甲子園はもともと体の強いではなかったのでまさか自分がこの年まで40になる年まで現役で。 プレーできるとは本当に意い味いにも思っていませんでしたけども本当に周りの皆さんにこう支えられてまあここまで来れたんだなっていう本当にあの僕を支えてくれたすべての人に感謝したいなと思います。9月の15日日金曜日、はい、安藤投手が 引退を発表しまして、その会見の模様をお伝えしましたけども、僕も、一もね、会見場行きましたけども、はい、まあ涙、涙涙の、ね、会見でしたね。はい。もう最初に、私、ユアは今シーズン限りでっていう、ご自身からの報告の時にも、目真っ赤でしたもんね。うん、<ー>報告し終わった後、ちょっとね、手を仰ぐような、うんはい、そして涙を浮かべてらっしゃいましたよ、ね。うん。八木さんもね、一緒にやりましたから、いろんな思いがあると思いますけどもね。 安藤は、あんちゃんっていうニックネームで僕らからすると相当年齢は下なんですけどあんちゃん、あんちゃんって言えるようなそれぐらいのキャラのいい選手で本当におっとりしてるっていうかねすごく人当たりのいいっていうかまあ面白いタイプのピッチャーでしたけどね。面白いいタイプななんてう こうガツガツしてない。はい。こう、なんかこう、さら、いつもさらっとこうやってるようなイメージで、うんうん、あの、厳しいところでも全然動じないっていう、はい、まあ見た目と全く逆だなっていうのを感じるピッチャーでしたけどね。そうですね。あんまり表情を変えるシーンっていうのは、マウンド上では見たことない、ね。ないですよね。よねほとんど変わらないですよね。うん、で、まあ開幕投手、 年連続でね、はい、だそのプレッシャーに強いっていうところも含めた中でのき、うんね、起用でしょうし、えええー、セットアッパーっていう部分でも、はい、先ほど言ったみたいに、うん、すごいピンチな場面でも粋に感じていくピッチャーですし、うん、で普段はなんはおっとりした感じの、うん、人ですけどね現役時の矢野選手に聞いたらやっぱり安藤の一番いいボールってのはシュートなんだ。 これをどん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 生かしていきたいっていうことをよく言ってましたけど自分の武器というものは当然知ってるでしょうし、うん、で長くやるためにというかこう選手としてこうどうやったらこの間活躍できるかっていうのも考えながらいろんなことをやっていった選手でもありますよね、うん、まあたまにファームに来た時もありましたけども、うん、まあほぼ一軍だったですけどそういう中でもあの若い選手に、ね、参考になったりとか手本になったりとか、うんうん えー、そういうことをたくさんやってましたんでね。はい。一もねずっと取材してましたけども。はい。うん、私は本当にこう、うん、野球のことも全然球種とかもわからなかったんですけど、うん、すごいわかりやすく握り方から全部こう教えてくださって。えーうん こう握るときはこういうボールなんだよとか、ま、人によってこうかもしれないけどっていうことも一からこう教えてくださいましたし、あの野球以外のことでも本当にこう、社会人として、人として大切なこととかも、たくさんこう教えてくださった方で、私はま、すごい、あの安藤投手のことを慕っていたので、あの、引退するっていうことを聞いたときに、あの、すぐにちょっと電話させていただいて、 私の方が悔しいですと。うん、あと15試合で500試合だったので。で、2軍でずっと防御率0点台だったので、うん、その試合とかも見ていたので、うん、私は上がるタイミングさえあればまだ1軍で絶対できると思いますと。で、もう絶対500試合投げてほしいんで、うん、そんなことをまだ発表しないでくださいとか言って言ってたんですけど、うん、もうご本人の方がすごいスッキリされた感じだったので、うんはいうん 悔いがない人生なんてないよってことをこうずっとおっしゃっていて、はいはい、まあ言い出したら15試合あと投げたいとかあるかもしれないけど、うん、本当にこう16年間できるとは思ってなかったし、うん、あのここまで来れたことは本当によかったから、うん、もう今はこう引退した後何するか考えるのが楽しみで仕方ないっていうことをずっとおっしゃっていて、うんうん、かなりこうスッキリされた、あの会見で冒頭におっしゃった、はい、一番はホッとしている、うんうん、本当にこうそんな感じの安藤投手でしたね。あの、引退会見では、 毎朝起きた時に体のことを心配しなくていいんだっていう。うプロの選手ってやっぱ大変なんだなとその言葉聞いて僕は思いましたね。特にピッチャーですよね。ピッチャーっていうのはもう肩、肘、特に右、はい、右腕の異常が一番困るんで、この右腕にも最新の注意を払って生活してるんですね。だからもう、そういう心配をしなくていいっていうのはまあ本音だと思いますけどね。はい、朝起きてやっぱり、 ちゃんと腕が上がる。我々朝起きて声が出るからと思うのと、うん、多分一緒だと思うんですけどもね。商売道具ですからね。その心配をしなくてよかったんだっていうのは、すごい印象に残りましたけどもね。うん、ただ、八木さんね、はい、去年なんかもそうですけども、キャンプもずっと秋キャンプで調整して、はい、でもここっていう時に安藤投手は出てきたんで、今年も この終盤の苦しいところの、どっかでね、出てきてくれるんじゃないかって、ファンの皆さんはきっと、思ってたんじゃないかと思うんですよね。<laughs> まあもちろんね、うん、あのー、まあ多分投げれたと思うんですよ。多分ね、その、ファームでもずっと0点台をキープしてましたし、調子は悪くなかったと思うんですけど、これはまあ時代の流れと、 今年のタイガースの中継ぎ陣が異常に調子が良かったというところですね。<laughs> そうですね。入れ替えほとんどなかったですもんね。はい、この辺りの選手が一人より二人ちょっと怪我したり、調子悪かったりした時には多分安藤が上がるチャンスがあったんだと思うんですけど、はい、全くそういう選手、中継ぎのピッチャーがいなかったね。うん、怪我をする。うん、調子悪くなるっていうのがいなかったんで、安藤のチャンスがなくなったですよね。はい。はい やっぱり今年一度も一軍で投げてなくて戦力に慣れてないという現実を見たのと若いピッチャーが成長してるなという部分で引退を決意したということを言ってましたけどもね。うんはい、やっぱりファームで若いピッチャーの勢いのあるボールを見たときに、うんうん 自分はテクニックや経験はあるけれども、うん、もうああいうボールは投げられないってことも感じられたそうですし、はいうん、ハームにいる時も結構こう上の試合っていうのをテレビで見てらっしゃったそうなんですけど、うん、その時にすごいこうピンチの場面でマウンドに上がる高橋投手や桑原投手を見て、うん、今の自分はあの場面であのマウンドに上がれるかなっていうことも、こう何度も思ったっていうことはおっしゃってました。 だからやっぱり審議対って言いますけども技術もそうですけど気持ちがやっぱりちょっともうそこにはっていう部分を感じたこともあるんでしょうね。そまああの客観的に見るとね意外とできないもんですよ。すか。我々もだからテレビ見てるとあんなとこでようやってるなとかねこれ厳しいとこやなとか思うんだけど実際にやる選手は。 やってる本人たちはそうでもないんですよ。もう、うん、もう言われたらしょうがないから、もうそこはもう飛び込んでいくしかないと思って腹を食って言ってるんで、冷静に見てると、うん、おいおいと思うんですよ。ねえ。はい、あの、昨日、京都。 中日戦が中止になりましたけども、はい、これが、あ現状10月1日がタイガース最終試合、甲子園は9月25日だったんですけども、うん、これが伸びました。はい。ということは、あ,ね、あの、クライマックスシリーズに向けてチームもいい調整できますけども、もっと後ろに来れば順位も確定してるかもしれないんで、うん、安藤投手がしっかりと引退登板ができる状態が整ったんじゃないかなって、うん、うん、思うんですよ。 金本監督もね、一人と言わず、一イニング任せたいってことをおっしゃってますね。言ってますんでね。そういう部分ではいい雨でしたね。もちろんです。いい雨だと思いますよ。やっぱりあの16番ね、もう一回。見たい。ね。ので。見たいと思います。あの、引退決まりましたんで、またオフの番組などね、実際このスタジオに来てもらって、いろんな話を聞けたらいいかなというふうに思ってます。安藤投手、本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。